次はそんなオペラを愛した史上最高のステージパフォーマーフレディ・マーキュリーの名曲から、オペラやジャズ、ハードロックなど異なるジャンルを共有させた革新的な曲ボヘミアン・ラプソディをお送りします。45歳の若さでこの世を去った彼は、イギリスのロックバンドクイーンのボーカルを務め、数々のヒット曲を生み出しました。もし彼が生きていたならば、今年で78歳、さらなる名曲が誕生していたことでしょう。情熱を捧げたミュージシャン人生を送った彼の命ともいえる作品、彼は感情のみならず人生をも音楽で表現したかったのかもしれません。まさに無限の可能性を表した曲、それではお送りします、ボヘミアン・ラプソディー。